グロービス学び放題。販売アシスタントの井上さんはアイスクリームの販売について小島先輩と会話をしています。暑くなってきたのでアイスの売り上げが伸びる頃ですよ。たくさんアイスを仕入れましょう。確かにね。しかし暑くなってきたからたくさんアイスを仕入れるというのは漠然としているな。もっと定量的に我々がいつアイスをどのくらい仕入れるべきか考えた方がいいと思いませんか？そうなんですが、どうすればいいのでしょうか？例えば気温とアイスの回帰分析をしてみたらどうでしょう？小島先輩は気温が上昇するとアイスの販売個数がどのくらい伸びるのか、関係性を具体的に定量的に分析してみてはどうかと言いたかったようです。それを回帰分析という言葉を使って表しています。それでは回帰分析とは何か、どのように使うのかを見ていきましょう。回帰分析とは、ある変数と他の一つまたは複数の変数の関係を見る分析です。一つの変数との関係を見るものを単回帰分析といい、複数の変数との関係を見るものを重回帰分析といいます。冒頭の例はアイスの販売個数という変数に対して気温という一つの変数がどう関係するかを見る分析となるので単回帰分析に当てはまります。